今回私がゼンスのポップアップで購入してきた商品を紹介したいと思います。まず一つ目はこのノートブックです。これは550円でした。これにはトゥードゥーリストとか、あとやりたいこととか、いろんなメモができたらいいなと思って、デザインも可愛いので購入しました。まず1点目がこちらです。で、2つ目がこのステッカーです。これは種類がこんな感じで、で792円でした。この袋もラメですごい可愛いです。中身もシールにラメがついてて可愛い。2点目はこちらです。で、3点目も同じようなやつで、これは770円でした。これはすごいキラキラしてて、全部のシールが可愛いと思って買いました。キラキラしてます。私が一番欲しかったこのクマのシールを2点買いました。これはどっちとも同じ値段で758円です。これは前に1回買ったことがあるんですけど、なくなっちゃったのでもう1回買いました。こんな感じ、6枚入ってます。かわいい。これはスケジュール帳とかに貼りたいと思います。こっちも6枚入ってます。で、次も似たような感じ、これは858円です。このシールを入れる袋がすごいかわいいです。全部カラフルですね。すごい。これもスケジュール帳に貼りたいと思います。あとパソコンとかね、貼れたらいいなと思って購入しました。で、次はでっかいステッカーですね。これは594円です。これは袋がついてなくて、大きめのシールが入ってます。かわいい。これはお部屋のどっかに貼れたらいいなと思って購入しました。で、もう一つも大きいシールなんですけど、これは袋がついてます。種類はこんな感じで、これが一番お気に入りです。ビッグステッカー、最近シールを集めるのが自分的に流行りで、いろんなシールを集めたいと思って今回たくさん買いました。これは1650円でした。たくさん種類が入ってるのでいいなと思って、袋も可愛いです。これもノートデッコとかそういうのに使いたいと思います。今回はこんな感じでした。
凍ってるのに